ミンダナオ島の戦いは、太平洋戦争中の1945年3月10日から終戦までフィリピン諸島ミンダナオ島で行われた日本軍とアメリカ軍及びフィリピン人ゲリラの間の戦いである。アメリカ軍側から見ると、フィリピン解放作戦の一環として行われ、サンボアンガに上陸するビクター4号と残るダバオなどの制圧作戦であるビクター5号からなっていた。 すでに、レーテ島の戦いなどで消耗しきっていた日本軍は苦戦を強いられることになった。この戦いの結果、南部フィリピンの主要部は連合軍によって確保された。1945年2月当時、レーテ島の戦いは事実上終結し、ルソン島の戦いも峠を越えていた。フィリピンの日本軍は戦力の大半を失い、連合国軍はフィリピン諸島一帯の制空権。 政界権の掌握に成功していた。しかしながら、ミンダナオ島をはじめ、セブ島やネグロス島などのフィリピン中南部の島々には、まだ日本軍が孤立しながら残存していた。フィリピン全土の軍事的解放を強く希望する、マッカーサー大将の指示に基づき、アメリカ軍を中心とした連合国軍部隊は、これらの島々の総統作戦を行うこととなった。一連の ビクター作戦が立案され、そのうちの4号と5号が、ミンダナオ島に関する作戦だった。なお、マッカーサー大将の侵中には、軍港を重ねることで、日本本土侵攻作戦において司令官の地位を獲得したいとの願望もあったのではないかと言われる。この相当作戦には、オランダ領東インドと日本との主権航路を完全に断ち切り、ラインへの侵攻拠点を獲得できる、 軍事的意義もあった。連合軍機の空襲を受ける三宝案がこう。1942年に、ミンダナオ島の飛行場に展開していた日本軍の一式陸上攻撃機。1945年には、このような航空戦力は島に残っていなかった。日本陸軍は、ミンダナオ島をレーテ島と並んで、第35軍の担当地区としており、レーテ島の 第35軍司令部を脱出させて、ミンダナオ島に配置し、永久光戦体制を構築しようと考えていた。ミンダナオ島には、第30師団と第100師団、独立混成第54旅団などが駐留していた。これは、ルソン島を除けば、フィリピンの残存日本軍の中で最大の兵力であった。もっとも、第30師団は、零下3個不評連隊のうち2個を、 レーテ島へ増援として派遣してしまっており、戦力は半減していた。他の2部隊も治安維持任務の軽装備部隊で、もともと大きな戦力は有しなかった。サンボアンガに、ドクコン第54旅団、ダバオに第100師団が配置され、第30師団は北岸のカガヤンから中部一帯にかけて分散配置されていた。内はゲリラの活動が非常に活発なこともあり、 広大な地域に分散した日本軍の連絡は困難を極め、結果的に確固撃破されることとなった。このほか、第32特別根拠地帯ありク軍第2飛行士団がいたが、艦艇や航空機はほとんど失われていた。第32特別根拠地帯は、例下の第33警備隊にサンボアンガを守らせ、その他設営隊などを改編した。 陸戦隊四個大隊をダバオ付近に配置して地上戦に備えていた。また、ミンダナオ島には日本人の民間人も多数が在住していた。その多くはダバオに住んでおり、ミンダナオ島の戦いの時点では少なくとも五千人であった。広大なミンダナオ島の防衛に関し、日本軍の指揮系統は確立されていなかった。本来は記述のように、 第35軍司令部が統括するはずであったが、第35軍司令部のレーテ島からの移動が難航した。ミンダナオ島にアメリカ軍上陸後の3月24日にようやくセブ島に到着し、さらにカヌーに分譲して、ネグロス島経由ミンダナオ海横断を試みたが、連合軍の航空機や武装集停の攻撃を受け、4月19日に軍司令官鈴木中将は戦死した。 軍参謀長の友近美晴少将のみが、ミンダナオ島に合流できた。友近少将は、島内の掌握に努めたが、成功しなかった。また、陸軍航空部隊は、地上の第35軍とは別系統で、航空部隊だけを指揮していた。ネグロス島北部から転身してきた第二、飛行士団長の寺田積一中将の指揮下に、ミンダナオ島内には、 約8000人の人員と戦闘機1機を持っていた。5月14日に第2飛行士団司令部が97式重爆撃機で収容され、17日に士団も解体されるまでこの複雑な指揮系統が残った。結局、第30師団司令部と第100師団司令部がそれぞれの担当地区内に所在する航空隊や海軍部隊を合わせて指揮することになったが、 党内全体での統一的な作戦行動はできないで終わった。これは日系民間人の保護についても十分な措置がされない結果を招いた。着陸したアメリカ海兵隊の B-25 爆撃機と歓迎するフィリピン人ゲリラ部隊。1945年3月アメリカ軍司令部にフィリピン人ゲリラからミンダナオ島北西岸のディポログで 仮設飛行場を確保しているとの報告が入った。直ちにアメリカ陸軍第24不評師団の第21不評連隊から2個増強中隊が空輸されて防衛に当たり海兵隊の航空部隊が展開した。3月7日アメリカ艦隊がサンボアンガに対して艦砲射撃を開始した。3日間にわたる砲撃で市街地は完全に消失した。10日 航空支援も受けつつ、アメリカ陸軍第41師団所属の第162、第163不評連隊がサンボ湾が付近に上陸した。日本軍が水際配備を避けたため抵抗は散発的で、翌11日夜までに市街地と飛行場を含む平野部はアメリカ軍の占領下となった。しかし、アメリカ軍が平野部背後の丘陵に入ると、 ドクコン第54旅団主力と海軍第33警備隊などの日本軍が激しい抵抗を開始した。日本軍は14日には砲弾が尽きてしまうなど物資不足の状況であったにもかかわらず2週間近くアメリカ軍の前進を停滞させた。複雑な地形の影響で戦車が使用できずアメリカ軍は苦戦したが23日に防衛線中央を突破し、 その後3日間の戦闘で日本軍に大打撃を与えた。パラワン島の攻略を終えた第186不評連隊も到着し、第163不評連隊に代わって攻撃に加わった。4月1日に日本軍は北方へと退却し、サンボアンガ周辺の戦闘が終結した。この戦闘でドクコン第54旅団は638人が戦死し、 他の部隊も多数が死傷した。アメリカ軍の戦死者は220人だった。アメリカ軍は、公兵隊をサンボアンガに上陸させ、直ちに複数の飛行場を整備した。この飛行場が、以後のミンダナオ戦で、航空支援に活躍することになった。ドクコン第54旅団は配送中の5月末に、有力なアメリカ軍部隊に捕捉され、旅団長の北上少将は、 部隊の解散を命じて自決した。ドクコン第54旅団の生存者は、10月の投降時点で総兵力5200人中1200人であった。なお、ミンダナオ島に付属するスールー諸島も、第41師団の一部により占領された。サンボアンが上陸翌日の3月11日、ミンダナオ島残部の制圧任務が、アメリカ軍第8軍に加齢された。その目標は、 ダバオの攻略にあったが、ダバオの防衛は強力であると予想されたため、ダバオから直線距離で約 100km 離れたイラナワン、コタバト付近が上陸地点に選ばれた。陸路を進行し、ダバオの背後をつく計画であった。4月17日、第78.2任務部隊の援護を受けて、アメリカ陸軍第10軍団の第24、不評師団が上陸した。イラナワンには、 日本軍第100師団の独立不評第166、大隊しか配置されておらず、正面からの抵抗は不可能だった。イラナワンガンマラバンには飛行場が整備され、22日には海兵隊機が航空作戦を開始した。第24不評師団は、道路の他民オ川を伝って闘進し、交通の要衝カ化場ンを抑えると、日本軍の第30師団と、 第100師団を分断してしまった。アメリカ軍の予想通り、ダバを守る日本軍は、海からの上陸に備えた、防衛体制は強固だったが、陸路からの攻撃は想定していなかった。アメリカ軍上陸の法を受けた第100師団長の原田中将は、半信半疑だったが、20日に小田畑からの震度上である、ダバを安南部ディゴスの守備隊に地帯戦闘を指示した。 ついで26日に、ダバオの陸海軍部隊に防衛配備を発令し、民間人には、島の中央部への避難を命じた。ダバオ側の地図。4月27日、アメリカ軍第24不評師団は、ダバオアン・ディゴスに到着した。ディゴスには、独立不評第163大隊と陸戦隊1個大隊などが、置かれていたが、原田中将の意図したような戦闘は行わずに、 アポ山中へこもってしまった。ダバオ湾岸を北上したアメリカ軍は、4月30日にダバオ防衛する日本軍と交戦開始したが、さしたる抵抗を受けずに5月3日にダバオ市街へと侵入した。その後、ダバオ市郊外に展開した日本軍との間で、戦闘が行われた。ダバを防衛する日本軍は、陸軍1万8 0人、海軍5 4 0人と兵力は多かったが、 本格的な戦闘部隊は第100師団のみであった。徐々に日本軍は北西の山地へ圧迫されていった。5月29日に第100師団司令部はダバオ川上流へと撤退し、6月19日には日本軍は全面退却を開始した。追撃が弱まった7月上旬から自活体制に入り、そのまま終戦を迎えた。ダバオ地区での日本側の死者は、 陸軍が12000人、海軍が3400人、民間人が4600人に及んだ。アメリカ軍第24不評師団の損害は6月に主要戦闘が終わった時点で戦死350人と戦勝1600人だったのに加え、その後の総統戦で第19不評連隊長トーマス・クリフォード大佐が戦死した。その他、ダバオ湾岸に取り残された いくつかの日本軍小部隊に対しても航空機と魚雷艇の援護の下で終停軌道による総統戦が行われた。アメリカ軍の記録によると400人以上の日本兵が戦死し25人が捕虜となった。アメリカ軍の損害は死傷27人であった。第24不評手段に続き4月22日には第31不評手段がイラナ湾に上陸していた。 そして、第124、第155不評連隊を北上させ、ダバオ方面と並行して、島の中央部へと進行した。ミンダナオ島中央部から北岸にかけては、日本側は、第30師団が担当していた。第30師団は、迎撃部隊として、不評第74連隊の二個大隊と、公平第30連隊などを南下させ、 そのうち不評第74連隊第1大隊は4月27日夜にカバカン付近でアメリカ軍第124不評連隊及び砲兵1個大隊と激しい遭遇戦を行った。日本軍が橋などを徹底的に破壊したためアメリカ軍は重火器を迅速に前進させることができず各地で不評同士の近接戦闘が発生した。特にマラマグ周辺では 5月7日に日本軍不評第74連隊第3大隊が森林を生かした待ち伏せ攻撃をかけて112名を失いながらもアメリカ軍にも戦死60名、負傷120名の損害を与えた。その後も5月15日まで攻防が続き、アメリカ軍第124不評連隊だけで69人が戦死し、177人が負傷する損害を受けた。 5月10日には北岸のカガヤンにもアメリカ軍第40不評師団所属の第108不評連隊が上陸した。所在の捜索第30連隊などが応戦したが17日には退却に追い込まれた。そして23日以降捜索第30連隊は通信が途絶してしまった。南北からの攻撃を受けた日本軍第30師団主力は6月2日に 東部のアグサン方面への転身を決断し、持給線を図った。8月1日にアグサン川流域のワロエに到達したが、移動途中で多数の合死者、病死者を生じた。しかも、ワロエ付近には、6月24日にアグサン川、川口に上陸なんかしていた第155、不評連隊の一個大隊がおり、ここでも日本軍は攻撃を受けることとなった。第30師団は、 ワロエから、さらに南東に進んだジョンソンで終戦を迎えた。第30師団全体での損害は終戦までに、戦死2500人、病死2100人、不明5600人に達した。生存者は約3000人であった。ミンダネオ島の日本軍拠点はすべて連合軍の支配下となり、日本軍守備隊は壊滅的な打撃を受けた。山中に逃れた日本兵。 日系民間人は、食料を不足に苦しみ、ゲリラの手によって殺害されていった。しかし、戦略的に見ると、さしたる意味を持たない結果となった。連合軍の軍事的目的のうち、日本側の南方航路の遮断は、ルソン島への上陸によりすでに達成されており、3月、中旬の南合作戦中止と下旬の日88、J 戦団全滅を最後に、 南方航路は閉鎖されていた。もう一つの目的のライン上陸作戦も実施されずに終わった。ありがとうございます。